純子です。ああ、純子ちゃんか。あのな、そんな、あれやけど、もうとりあえずな、いっぺん帰ってきてな。いや、だから帰ったらお金ないやん。そお金な、稼がなあかんから。あ？リゾートバイトに行ってさ、一生懸命働いてるやん。で、それでも間に合わへんから、1ヶ月しか滞納してへんのに、要はその、家賃の会社の人がさ、すごい取り立てが厳しくて、普通そんなにな、1ヶ月とかでな、保証人に電話したりするのおかしいねんから、私前、言うたって遅れても一生懸命払ってんのにな、保証人にかけるなんて、よっぽどな、取り立て厳しいよ。だって普通、私の友達のとこなんかな、2、3ヶ月やったってそんな保証人に電話なんかしへんよ。いや、ジンコさんな、それは分かったけどな、せやけどな、あんたもそんなことしてあちこち行ってな、幸せか？私は別に幸せやけど、だからその、お父さんがさ、その、なんていうのかな、だいたい、なんでさ、その、すぐ怒るの？今は怒ってへんけどもさ、なんかその、私いつもお兄ちゃんから LINE とか来んねんけどさ、なんか怒ってさ、お姉ちゃんに電話したりとかして、私めちゃくちゃいつもさ、それでみんなから責められるしさ、お前のせいでとか言われてさ、いや、で、私だって頑張って一生懸命やってるし、それであの、まるで無視してるわけでもないねんやんか。ちゃんとお金入れてな、頑張って、その入れる分は入れてやってんねんか。それでもなかなか間に合えんから一生懸命働いてるやんか。わかるわかる。ほんならな、それはまあええやんか。頑張ってるのもようわかるやんか。でもな、これ困るのはな、今すぐにもおらんとこもな、そのほっとったってしゃあないやろ。だからそのお金を貯めてには出ていきたいからさ。で、私、ハムスターをな、こう取ったんや。それでハムスターが噛んでからな、保証費がかかるからな、ほんだって引っ越し代と、要は中のものを出したりとかするののな、お金がないから、それを稼がんとあかんで、一生懸命やってるけど、他にも借金があって、それも返しながらやから、で、健康保険とかも全然何にも払えてない状態で、そして、生活保護やってた時にもお金なんか返せって言われてて、12万ぐらい返せって言われてるし、もういろんなものを返せって言われてるから、私も、よっぽど頑張ってやっても、なかなかなんやんか。家賃と電気代払って精一杯や。そういうな、あんたそれで幸せなんかよ。いや、だから幸せとか幸せじゃないとかじゃなくて、私のお金がないのを自分でどうにかしひんかったら誰も何ともしてくれへんやんか。そんなことあれへんがな。じゃあ誰が何とかしてくれるんや。お父さんなんかあれやろ、自分に迷惑かけんなって言って怒ってたやんか。この間、電話してきた時に自分に迷惑かけんなってまるで主戦場みたいなこと言うてたやんか。そんな主戦場な人に私頼まれへんわ。そういう言い方はやめときなさい。だって自分がさ、私が小さい時に。それは俺が謝るから、とりあえずな。いって、帰ってきてな。その話をみんなでしてな。あんたの栄養に解決したらええやんか。それの方が大事や。こんなままほっといたらな。あんたももっともっとお互いになっていくやろし、相手さんも困りはんねん、借りてる方も。だから、私買って、なんとかしたいけど、そんなもん家族にもお金あらへんがな。だから、家族にも金ないのにから、私が嫌なんとしょうがないやんか。誰に借りんのさ。お父さん出すんかいな。出さへんやんか。出したことあんのか。家族のために何かしたことあんの。わかった。なんとかしょうやないか、それを。自分だっていつもさ、私がな、学費とかお姉ちゃんの学費出してる時にお父さんな、橋本さんにな、株の話なんとかしてもらってて、私びっくりしたで。私な、自分からお金取られてんのになんでお父さん株なんかやってんのって思ったよ。自分だけ遊んでから。そんなことしといてな。人のこと責めたりして、最低や。わかった。俺が言うからな、とりあえずそういうときや。ほんでな、そんなこと言ったってな、解決せえへんよ。解決せえへんけどな、自分がな、やってきたことよく考えてくれって言われてや。それは俺が認めるから。な、そんなことよりもな。わかってるよ。自分でなんとかしてるやん、頑張ってさ。そら、出てへん。帰ってきて。ほんで、いっぺんみんなで話して、いい方向に行くように話したらええやんか。そんなことしよったってな、行こうや。悪い方にしか行かへんねんから。だからそれを止めるために、今話してるわけやんか。な、とりあえずな、いっぺんな、そんなもうええから、いっぺん帰ってきてな。ほんで。そんな急に帰られへんよ、こっちは契約があるんだから。契約みたいな、そんなもんもうすぐ。無理です、そんなもん社会人としてそんなことできません。ちゃんと、期限までやらんとあかんの。11月末までちゃんと期限が契約であるんだから、その後私は1週間休みくださいって言ってるから帰るわよ。そっか、その時に帰ってくるんやな。分かった。その時にな、みんなでゆっくり話したらええやん。はい、わかりました。そうやなかったらな、こんなもんほっといたらな、大変なことになる。分かってるよ。自分でもちゃんと分かってたやってるさ。でも誰も助けてくれへんからね。それで私こんなことになって。誰も助けてくれへんやないの。分かりました。だから、それを話しましょう。分かった。分かったか？はい。そんなにカリ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 来たって言うと、何も話前に進めへんやん。いつもカリカリ来てんの自分やんか。怒ってばっかりいてから。私、いつも怯えてんねんから LINE 来てお父さんが怒ってるって言って、ものすごい怒ってるって言って来んねんから LINE で。もう怯え暮らしたわ。怖いと思って。どんだけ脅されてきたお父さんに。怖い思われて、どんだけ殴られた。いや、まあそれはそれでいい。あなたに倉庫に閉じ込められた朝までおったんや。知ってるか。
とりあえず11月末に私の契約終わるから、とりあえずそれで1週間休み取ってまた行かなあかんから、お金稼ぎ。もうそんなんはもう契約切っときなあれ。契約は切られへんのよ、そんな簡単なもんじゃないのよ、私の信用の問題やから。そんな簡単に言わんといて、お父さんと違うんよ。そうですか。はい、そうな。そんないい加減なことできるような人間じゃないんです。ちゃんとやってます、私。ちゃんとね、借金したかって返して頑張ってやってます。ああ、そうですか。まあ、それはええやん。なったらな、それはそんな俺聞くから、とりあえず帰ってきてゆっくり話したらええな、みんなで。わかりました。じゃあな、帰ってくる前にな、はい、いつ帰るかちょっと連絡くれるか。はい、わかりました。お願いします、はい、はい、はい。